どうも、ピュアキングです。今日はこのコースやっていきます。ブルー、Do you even Mario? バージョン26。兄弟、マリオですか?ということですかね。兄弟とか言うな!俺の兄弟はな、兄ちゃんと妹だけなんだよ!だましコース制作者なんて、このチャンネルをここまで大きくしてくれた親みたいなもんなんだよ!兄弟なんて生ぬるい言葉を使うな!すいません、冗談を言ってる。いや、コロナから回復してめちゃめちゃテンションが上がってるんですよ。やっぱ元気なのが一番だわ。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.77%。 そんでこのコースはね、約2年半前に作られたなかなか古めのコースなんですよ。と言ってもマリオメーカー2が出て5年近く経つから、それで古いって言っていいのかわかんないんだけど、それよりもよ、僕は5年近くトロールコースやってると思って、そりゃ親みたいだなって思うよな。この画面に向かって親よりも喋ってるかもしんない。はい、どうもこんにちは。まあまあ10個入りの方なんていきませんよ。オープンブロックを叩いても特に何もならない。じゃあこのオンオフを変えて土管に入っていこうか。土管に入れませんね。ブルーって書いてる。兄弟、何をしてくるんだ兄弟。そこか、開幕兄弟。開幕兄弟なんて意味わかんねえ日本語使うなって。それ使えるのこのステージだけだかんな。他のステージ絶対使えねえと思うかんな。まあまあ、これはね、お兄ちゃんとのタブレみたいな感じかな。これあれ、なんかしてくれ、してこないね。なんだこのまーるまま、お兄ちゃんがいじめる。ゆうた、お兄ちゃんと仲良くしなさいっていつも言ってるでしょ。そんなんじゃスイッチ取り上げるよ。うわー、まあまあ、でもお兄ちゃんが悪いんだ。土管に入れなかったり隠しブロックとか設置したりするからさ、そんなんじゃ仲良くできないって決まってるよ。親父も来るかー。やっぱりこの家族はダメだよ。ママ、お父さんもダメ、お兄ちゃんもダメ。何を信用して僕は生きていけばいいの。お母さん、ねえ答えてよお母さん。ゆうた、大丈夫よ。あなたは何も見なければいいの。何やってんださっきから。僕はメット落とさないつもりで早めにジャンプしたつもりだったんですけどね。もうちょっと早めか。早めのパブロンで聞いたよね、早めのメット。いや、ふざけてる場合じゃないのよ。マジで行き方がわかんねえ。めちゃめちゃ早めにジャンプしてみようか。これで、なるほど、タイミングの問題だったのか。ちょっと早めにすれば大丈夫っていう話だね。なになにこのブロックは。そんな引っかかりませんよ、下から。あはこのナメックじゃ。このドアの先、2分の1っていうのは分かってる。いや、どっち行こう。もう下から行ってみようか。こっちで合ってんじゃない。よっほ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 っ。2分の1当てることができたぜ。ここはジャンプ C のあの土管に入っていくと思いきや、入ったらダメだと思う。ほら、いなくなると思うよ。ほらだ。そしてこのまま下に行けばいいと。左は、左は戻らない。頼む、戻らせて。ばあちゃん。なら気になることが一つ、上に行けばどうなるんだと。2分の1成功したと思ったのによ。期待させやがって。じゃあここどーこに設置してんだ。ここに来るまでに2回ほど隠しブロックに引っかかってしまいました。ということは、なかなか古いコースだから隠しブロックを結構設置していると、そういう感じのコースなんじゃないんでしょうか。ということは、隠しブロックじゃ、今ちょっと下噛んだ、いた。言って、今左のね、ベロらへんをちょっと噛んでめっちゃ痛いんだけど。じゃあここはフラワーどうする。いらないような気もするけど、一旦取ってってみようか。そしてすぐいられ。あだー。そういや、最近さ、めっちゃ今更だけどティアキンしてるんだよね。いや、あれめっちゃ面白いよね。ブレバイは全クリしたことあるんだけど、あれも神ゲーだなと思います。でもね、相当難しい。うん、攻略法を見ないと分かんないところもたくさんあるよな。なんだお前こんな球。たまんないね。そういやさ、最近コロナになったって言ったじゃん。で、そん時にやってよかったことナンバーワン発表して。いやバカ。上等じゃねえか。大量の罠で喋らせてくんねえなら、喋りきるまで喋るまでよ。で、やってよかったこと1位は、ヒエピタクールを2時間に1回ぐらい貼り直すみたいな。ちょっと変なとこ投げんなって。ちょっと、1個逃してさ。1個ふざけるな。やべえ、今のバネでさ、どこまで話してたか全部忘れちゃったわ。ヒエピタクールの話だったよね。で、2時間に1回ぐらい交換したらめちゃめちゃ気持ちよかったんだよね。でも、ヒエピタクールに熱を下げる効果があるのかって言われたらわかんないんだけど、10時間ぐらい持つとか言われてんじゃん。あれ絶対嘘だと思わない？30分ぐらいでぬるくなるよね。じゃあこのブンブンを踏んで上に行きます。そんな裏なんか隠してねえの。ほらほら、中華が見た。
よ、中間取ってるからね。足の裏の匂いもいい匂い。この中間を一発で取ったのすごくない？まあみんなからしたら中間を取らずに上に進んだ方が、あー中間見逃しちゃったなんだ、そっちの方が面白いのにとか言う人絶対いると思うけど、そんなひどい奴らばっかりなんですよこのチャンネルは。さあこのメートはかぶっていくか、右に投げるか左に投げるか、一番左が怪しい、ここに投げてみよう。そうすると右に蹴ってみよっか。オンオフブロックがあるじゃん。だからあのオンオフブロックが変わってメットが落とされるかもしんない。そういうことなんでねえのここは。あら分かっちまってんだよ僕は。もうすでによトロルベーシーをなめんじゃないわよ。さあ土管に入っていきますわ。でこの先ウキラちゃんは何、君の裏には何か隠れてる？邪魔をやだ。そういや最近こんなコメントがあったんだけど、ピオキングさんのおねえ言葉が好きですみたいだ。でそのコメントの後にこいつのおねえ言葉キモすぎてミルキー失せるっていうその真逆のコメントやめてくれって。僕はねどうすりゃいいか分かんなくなるって。土管に入れねえじゃねえか、そのパターンもういった。ならこのオンオフをして一時待っておいてみますよ。すると右にボム兵が落ちてくるんじゃない？で爆発したら上に行けますみたいな。なんか落ちてくる感じしないな。もう一回オンオフしてみようか。すると右にボム、あ、上に落ちてくんのね。でここが開いて上に行けますと。であのドアに入ればいいのかな。おいおいチョロペーさんよ、何もしてくるなよ。素直にこのドアに入らせてくれればいいのさ。よしで大丈夫か。わからんて、ドアから出た瞬間ツタに捕まれなんです。じゃあこのツタに捕まって、ツタ遅いな、いけんのか。あのツタ腹立つた。あえ、これやばい、なんか上やられないよね。これ間違ってこっち来ちゃったけど大丈夫かな。え、死体牛とかじゃない、なんか死体牛っぽい匂いするしさ。さっきは引っかからなかったのに。何よこのオフ。あ、分かった分かった、ここでダッシュしてこのテレさんに当たればいいっていうだけだと思うんだけど、なかなか当たらせてくんないっぽいな。いや全然余裕、めちゃめちゃギリギリでオフをすれば簡単に当たることができるんだ。死体牛飯を食べるな。スタに捕まってすぐジャンプしてみようか。ここ隠しブロックあるって思うよな。うわーここ一番右行く、それとも 1,2,3,4,5 真ん中の5つか。いやもう一番右行っちゃおうか。そしてドカンに入れさせてよもう左の5個が正解。もう6分の1を外したってこと。いや違う、6分の1を当たったってこと。6分の1なんてね、パーセントにしたら 16% ぐらいだよ。それを当てに行くって僕の運の悪さすごくないか。まあそれをね、わざわざ当てさせに行く制作者さんがすごいんだろうね。さあそろそろ中間ポイント当ってくれてもいいよ。この上めちゃめちゃ怪しいな。このコインはコインじゃないか本当に。もうハンナブロックでコインって思っちゃうよね。じゃあ上に行きます。このキノコ様はいらないんだない？ねえここ上に行けなくなるもんね。もっと取らせに来いよキノコ様。さあ土管に入っていきます。いや絶対中間あると思うよ。そろそろこの下けツタに捕まろうか。そんなことしなくてもいいじゃんか。ブルー、てめえは兄弟じゃねえんだよ、親なんだよ、分かってくれよこの生ゴミ。何もしなければいいんだ。そうすると中間ポイントが取れるって話だろ。よし流すはゴールドウィー、流すはゴールドウィー、下に落とされるのけ、いやいや何も起きないから左に行こう。いや真面目にやってるんだよこれ。でもさ、そのまま下に落ちてくるとか思わないじゃんこの魚がさ。なんか変化球あると思うじゃん。なんか動いてんなこの砲台。下に落とされるとかそういうことはなさそう。じゃあこのキノコを取ります。で押し出されていけっていう感じか。あ、なんか特に罠何もないよな。なんだこっからぬるくなってる。あ、そのキノコいるんじゃないのか。いやどうにかしていけない。これいけるか。中間2を取ってからぬるくなってきてんじゃないのこのコース。ちょっと手を抜いてきたか制作者さん。疲れてきたのかその玉。こんなんだったらすぐにクリアしちゃうよ僕ちゃんはよ。どんどんもっと笑くてもいいぜ。なにここ、なになにこのブランコちゃんは。え、何をしたのかな今。ちょっと待って、これ見たことあるんだけど、もしかしてこのコースやったことあるかな。まあ、いや一旦オープン踏んで待って。大丈夫、何もしないなのか。上は
上に行ったら鉄球がある。うわ、絶対右上の方、こっちに行くパターンだ。上に行くと何かがあるのかい？何もないですわ。右のオープンブロックは叩いちゃいけない。敵を出す。で、ブロックを壊しの右上に行きます。状況説明以上です。で、生かしたピオキング。だが、お前はこのコースをやったことがあるんじゃないのか？すいません、覚えてないんですよ。視聴者さんとかの方が覚えてるかもしれないから、もしそうだったら教えてください。さあ、土管には入る。ゴールがあるじゃん。こちらなんだ。中華いけるんじゃね、これ。ゴール前でそんなことすんだ。もう絶対にゴールできる。左に行ったらオンオフが変わってバネが降ってくるような。だから右に逃げる。そして下からよし。いや、2年半前に作られたコースでしたけど、めちゃめちゃ楽しかったです。ありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース。点滅する 1-2。 説明文にヒップ耐久が必要ですって書いてるんですよ。サムネを見る感じ 1-2 が全て点滅ブロックでできてるから、落ちないように進んでいけっていうコースだろうね。いや、これさ、ヒップ耐久したところで落ちないように点滅ブロックが変わるのが間に合うかっていう問題なんですよ。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.23%。 そんで、そろそろさ、 1-1 と 1-2 のネタもつきそうなんで、1-3とか1-4に手を出そうかなとか考え始めてる。でもさ、1-3とか1-4ってあんまり馴染みないじゃん。だから見ても分かんない方たくさんいるんじゃねえかなと思って。さあ、ここからヒップ耐久と思ったけど、これ上から行ったら簡単なんじゃない？で、そうはさせませんってか。じゃあ普通通り行きます。いや、これさ、ヒップ耐久したところで落ちないようにできるかっていう話なんだよな。これヒップ耐久するでしょ。無理、絶対無理だよこれ。多分ね、一番高い位置にいなきゃダメなんだろうね。だから一番高い位置を探そうか。ここが一番高い。ここでヒップ耐久してみよう。これでいけるんじゃない？ただ待って、むずすぎんか。これいける自信ないわ。ヒップ耐久が下手くそなんかな。一番高い位置に行って、こっからくるくるジャンプ。これでどうかな。これでいけなかったら、ボカボカだよ。やめろやめろ。多分今ので生き方は合ってると思う。ヒップ耐久をもうちょっと密度よく。よしよしよし。で、次一番高い場所、一番高い場所。お前邪魔するんだって、とんがりこんか。まずヒップ耐久でこの点滅ブロックをかわすのがめちゃめちゃ難しいのにさ、クリボーとか敵キャラを設置すんなって。いや、これもう上行っちゃおうか。こっからくるくるジャンプ。この右上の方でくるくるジャンプが成功できれば、来た。これは簡単にいけるでしょ。結構高い場所だもんな。で、次の一番高い場所はこの場所。ここでくるくるジャンプ。よし、はっはっはっ、よし。で、次は一番高い場所、高い場所、高い場所、高い場所はどこよ。助けてー。みんな、やられまくっているうちにめちゃめちゃヒップ耐久が上手くなったぜ。ちょっと見てて。めっちゃ上手くない？多分今の僕ならこのくらいからの高さでもいけるんじゃないかな。いや、絶対この場所からでもいけると思うんだよな。ここでいけたら、よし。もうしゃべるね。てか、ヒップ耐久中に息ができねえ。で、次は、次の場所どこ、どこからしようか。早く早く次の場所、僕を降ろさせてくれ。僕の勝手に逃げるよ。もうなんて言ってるかわかんない。もう実況とかどうでもいいんだ。クリアさえすればいいんだ。お前なんで魚邪魔してんだよ。魚じゃねえ、花だ。もうめちゃめちゃすいませんね、このコースやりながらいつもの実況はマジで無理でした。いや、このコースね、クリア率の割に相当難しかったですね。ぜひおすすめしません。そして見てください、皆さん、最速を取ってやりましたよ。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ちょっと待った、ゴールに行くための土管があったじゃん最後。その上行ったら何があるか気にならない？ちょっとそこ調べてみようか。この先の上よ。本来だったら土管が3つぐらいあるんだけど、ここもちゃんとそれっぽいの作ってる。